第12回タロ塾やっていきます。今回勉強していく内容は肩甲上腕リズムと動きの連動です。で、肩関節4回目になるんですけど、第1回では肩甲骨とか上腕骨とか鎖骨、まあ、これらの、ね、構造とかどういった場所にどういう名前がついてるかっていうのを見た後、第2回では関節の種類、肩甲上腕関節、肩峰下関節、胸鎖関節、腱鎖関節、肩甲胸郭関節、まあ、5つの関節が肩にはありますよというところを見ていって、そして前回の3回目では肩甲骨の動きとか鎖骨の動きっていうのを見ていきました。まあ、例えば肩甲骨でいうと上に上がることをこう挙上と言ったり、下に下がることを下正と言ったり、まあ、鎖骨では後ろに回ることを後方回旋と言ったり、前に回ることを前方回旋と言ったり、そういった動きを見ていった中で、次、今回ですね、やっていく内容としては、肩が動くときっていうのは肩甲骨、上腕骨、鎖骨、胸郭がセットで動きます。で、そのセットですね、どんな流れでどんな関節がどのような動きをするのかというのを今回は勉強していきます。そして今回特に肩の動きの中でも重要な、まあ、よく聞いたことあると思うんですけど、この肩甲上腕リズムっていうのをメインで勉強した後に、その他の動きの連動ですね、胸鎖関節、腱鎖関節、肩甲胸郭関節、これらの動きもセットで見ていきますよという流れになります。では実際にまずは肩甲上腕リズムから見ていきます。肩甲上腕リズムとは、肩関節が180度挙上、まあ、挙上というとここの耳の横まで上がっている位置のことを言います。一番ダラーンと降りた状態が0度で、耳の横まで行くのが180度です。まあ、これは上に行くのも横から上がっていくのも挙上というので、まあ、どちらでも OK です。目的がとにかく180度挙上、ここまで上がることを、まあ、肩関節180度挙上と言います。で、その中で動きの割合として、上腕、この上腕ですね、ここが120度動いて、肩甲骨がこれが60度動くことを肩甲上腕リズムといって、その割合は2対1ですよといった定義があります。で、それらをちょっとこの絵から見ていくんですけど、この絵というのは右肩を後ろから見た状態です。肩甲骨はここですね、これ肩甲骨で、横についてる上腕骨はこれです。なので右肩を後ろに見た状態と覚えておいてください。そして1で言うと、ここが0度です。ブラーンとぶら下がってる状態、これが0度。そしてこの右の A っていうのが180度、一番上まで上がっている状態です。で、この時の動きを2対1で表すと、ここが0度です。そうするとこの肩甲骨がここ60度動いて、上腕骨が120度動く。で、これで合計180度上がって2対1の割合になりますよといった形になります。まあ、ここだけ見るとね、結構肩甲上腕リズムってすごく簡単に思えたりするんですけど、まあ、これから見ていくセッティングフェーズのことなどを考えると、すごくこれは難しくて、単純に2対1といっても動き出すタイミングが違ったりとか、まあいろんな関わってくる筋肉、まあ、筋肉はね筋肉編でやるんですけどが違ったりはするんで、ちょっとこの2対1っていうのはまず覚えておいてもらえるといいかなと思います。で、この時に起こっている動きというのは、肩甲骨と上腕の関節、これ肩甲上腕関節ですね、が180度挙上、まあこれは屈曲でも外転でもどちらでもいいです。まあ外転にしましょうか。横から上がっていく風にすると、これはまず肩関節が外転していきます。外に開いていく運動ですね。で、それに伴って肩甲骨は上方回旋しています。この肩甲骨の下角が外に動いていくことを上方回旋というので、肩が外転方向に動くと同時に肩甲骨も 上方回旋して同じ方向に動いているような形です。こっちに。で、それらのトータルが180度で合
合計120度、上腕骨が120度動いて肩甲骨が60度動くのを2対1っていう感じですね。なので動きの方向は同じなんですけど、割合が2対1、まあ、再度確認になるんですけど、ここ覚えておいてください。はい、じゃあ続いてどういった割合で動いていくのかとか、まあ本当に2対1でちゃんとずっと動いているのかとか、まあ、その辺を見ていくためにセッティングフェーズというのを知る必要があります。でセッティングフェーズ、これ何かというと、上腕骨に対して安定した位置を肩甲骨が探します。でどういうことかというと、この上腕骨が外転といってこう外に開いていくんですけど、その動きに対して肩甲骨がしっかりはまり込める位置っていうのを探してます。まあ、例えばこの骨模型なんかで見てると分かりやすいんですけど、これは固定されてるんで肩甲骨これ動かないです。で上腕骨だけこう動いてしまうと、ここでガチャンと当たってインピンジメントを起こします。なのでこれ肩の痛みの原因になったりするんですけど、本来の肩甲骨ではこう肩が上がっていくと同時に肩甲骨も一緒にこういう形で外に情報回線などして上がっていってくれます。でそうすることによって、この肩甲骨の下角が上に向く情報回線することで、この関節の部分ですね、ここが向きが上向きに変わっていくので、肩に対してしっかりとこうはまり込むような形をとってくれます。でインピンジメントを起こすのは結構この肩峰といった部分で、ここの間でガチャンと衝突を起こすんですけど、肩甲骨の向きが変わることによってこの肩峰との衝突も避けれたりするんで、まあ、しっかりと上腕骨に対して肩甲骨っていうのは安定した位置を探してあげるっていう機能が必要になってきます。でそれらの機能のことをこのセッティングフェーズといって、上腕骨の外転ではだいたい30度で、上腕骨の挙上では60度ぐらいの間ですね、ほとんど肩甲骨っていうのは動いてないです。で実際の動きでやってみると、ここから30度、外転30度ぐらいまでの距離っていうのはほぼ肩甲骨が動かなかったりとか、屈曲60度でいうと前に上げていく動作なんで、まあ、60度だいたいこの辺ぐらいまではほぼ肩甲骨が動いてないような状態です。まあ、こういうですね、上腕骨が動く30度60度はほぼ肩甲骨が動いてないと。じゃあどれぐらいの割合で動くのかというと、ちょっとこの横の表を見てみると、この上と書いてる赤色が上腕骨です。で肩って書いてるんですけど、これは肩甲骨の肩の頭文字を取ったので青色が肩甲骨です。でこれは角度を示してます。ただこの角度っていうのはあくまでも平均値とか目安だったりはするんで、これ絶対ではないので、ここはね丸暗記する必要ないです。ただこのタイミングでは上腕骨がよく動くんだなとか、このタイミングでは肩甲骨がよく動くんだなって覚えておいてもらえるといいんで、ちょっとこれを見ていきます。まず0度から30度ですね、さっき言ったこの間ぐらいの距離です。この間というのは上腕骨が7度動くのに対して肩関節は1度しか動かないです。さあここ見てもらうと、健康上腕リズムのいきなり2対1という理論が崩れてると思うんですけど、まあ、さっきも言った通り、これはあくまで最終的に2対1動くのであって、初めからこういう数値にはならないということです。でこれ先ほど見たセッティングフェーズの動き出す時期ですね、上腕骨に対して安定した位置を探す時期なんで、まあ、0度から60度までっていうのはやっぱり肩甲骨っていうのはほぼ動かないです。で上腕骨がメインとなって動いて、続いて30度から90度見ていきます。30度から90度というと、だいたいここが30度として90度、ここまでですね、こう地面に対して水平になる位置が肩関節90度です。でこの位置までの動きっていうのも、上腕骨が4度動くのに対して肩関節じゃない、肩甲骨が1度動きます。これも2対1の割合から大きくそれてるんで、初めのこの90度までの動きというのはほとんど上腕骨が動いてるといった感じです。で最後に90度から150度で、これ180度までなんで言わないかというと、もうここから最後っていうのはほぼ肩甲骨が動、よく動いたりするんで、150度までの数字が出てることが多いです。で90度から150度は
上腕骨が 0.7 度に対動くのに対して肩甲骨は1度動きます。なのでここで初めて関係性が逆転します。ということはこの90度からここ150度ぐらいまでというのは上腕骨より肩甲骨がしっかりと動いているような形です。まあ、ここで言うと2対1の割合、これもひっくり返ったりはしてるんで、トータルですね、このまあ0度から最後上げ切るまでの間がトータル2対1の数字になるのであって、前半ですね0度から90度までの動きっていうのはほとんど上腕骨が担ってます。で90度以降っていうのは肩甲骨が大きく動き出したりして上腕骨の動きは少し小さくなります。で結果的に肩甲上腕リズムの数字である2対1に落ち着きますよと言われているので、このセッティングフェーズ、初めの動き出す時期っていうのは結構重要やったりします。では続いて肩関節の連動というところを見ていきます。で初めにも言った通り、肩というのは5つの関節からできています。肩甲上腕関節、肩峰下関節、胸鎖関節、腱鎖関節、肩甲胸郭関節です。でこの肩甲上腕リズムっていうのは肩甲上腕関節のことを主に説明したんですけど、この肩甲上腕リズム、まあ、肩を挙上するという動きの中で胸鎖関節、腱鎖関節、肩甲胸郭関節がどのように動いているかっていうのを見ていきます。まあ、これらって全てセットで組み合わせて動くんで、どれか1個の動きが悪くなるともちろん他の全ての運動も崩れるんで、こういったところを理解しておくっていうのもすごく重要です。で5つの関節があるって言ったんですけど、肩峰下関節だけは省いてます。まあ、なぜかというと肩峰下関節っていうのは動きがある場所ではなくて、そこに肩峰下滑液法という場所が存在して、まあ、機能的に、そこは大切ですよと言われている関節だったりはするんで、この動きとして関わってくるっていう要素は少ないので今回省いてます。では肩関節の動きに対して胸鎖関節、腱鎖関節、肩甲胸郭関節の連動をまずは見ていきます。ではまずまっすぐバンザイして耳の上まで上げていく運動に対しての連動です。この際は肩甲上腕関節っていうのは、屈曲180度の動きです。0度から屈曲180度までいきます。で肩甲上腕関節は2対1肩甲上腕リズムの割合で動きますよと。じゃあその時胸鎖関節はどういった動きをするかというと、胸鎖関節は鎖骨の運動の支点になります。で胸鎖関節はここですね、この部分です。でなので胸鎖関節の運動としては鎖骨の運動に注目してもらいたくて、肩をまっすぐ上げる運動というのはまず一つ鎖骨は挙上します。上に上がる挙上ですね、この鎖骨が上に上がります。でそれにプラスアルファ加えてもう一つ後方回旋という動きが出ます。後方回旋は後ろに回る運動です。こっち後ろ側に回っていく運動なので、肩を上げていくときちょっと動き見てもらいたいんですけど、ここ皆さん鎖骨の真ん中ぐらいいいですね、指当ててもらってまっすぐバンザーイしていってみてください。そうすると鎖骨がこうちょっと上に上がるのってなんとなくバンザイとともに分かってくると思います。でもうちょっと、しっかり触って見れるよという方は鎖骨の、まあ、真ん中触ってもらって一番高いところを触ってもらいます。で高いところっていうと結構難しいんですけど、ここで言うと鎖骨の前側を触るとかじゃなくてこの上側ですね、この上の部分の細くなっている部分を触ります。でそのままバンザイしてもらえると、バンザーイしてもらえると、その細くなっている部分っていうのがちょっとくるって後ろに回ってる感じって分かったりしますかね。徐々に触れなくなると思います。でこの動きっていうのが一番上にあった部分が後ろに変えることで触れなくなる、これ後方回旋の動きです。なので肩まっすぐ上げる動きに対しては胸鎖関節、まあ、鎖骨の動きですね、ここは挙上、上に上がるのと後ろにひっくり返る後方回旋という動きが出ています。じゃあ続いて腱鎖関節も見ていきます。腱鎖関節は肩甲骨運動の支点です。場所でいうと腱鎖関節はここです。鎖骨と肩甲骨の肩峰の位置にあたるのでここが腱鎖関節です。で
ちょっと見て、この骨模型で見ておくと、腱鎖関節は鎖骨と肩甲骨のこの肩峰という位置の関節、ここが腱鎖関節です。でこの肩甲骨の動きはどういう動きが出るかというと、まず狭窄関節の時点で鎖骨が挙上しています。なので肩甲骨もそれに引っ張られるように挙上していきます。まあ、そこまで大きな動きではないんですけど、少し挙上の動きが出て、そこから肩甲骨の下角、ここが上方回旋します。上げていくとともに肩甲骨の下角はこういった形で上方回旋、動いていくようなイメージですね。こっちでもやりましたね。こっちでもやった通り上方回旋していくといった感じです。でその他にも微妙にちょっと肩甲骨ってこの内に寄ったり外に寄ったりするっていう運動はあるんですけど、そこまで覚える必要はないかなと思うので、まず肩甲骨肩バンザイしていく中では、この肩甲骨の上方回旋っていう動きがすごく大事ですよというのを覚えておいてください。で肩を上げる際には上方回旋するんですけど、逆に肩を下げる際には下方回旋という動きが行われます。まあ、これ前回やった通り、この胸を張るっていう動きは下方回旋やったりするんで、ここしっかりその違いっていうのをまず理解しておいてもらって、この下角を中心に上に上がるのが上方回旋、下角を中心に脊柱の方に寄っていくのが下方回旋です。前回腱鎖関節の怪我をしやすい例というのは、この脇開いたベンチプレスがやると腱鎖関節痛めやすいですよと言ったんですけど、もう一個この腱鎖関節が原因で痛めることってあって、肩甲骨を下方回旋するっていうのがこう胸を張る動きと言ったんですけど、下方回旋ばっかりこう胸張る動きしてると、反対のこの上方回旋っていう動きが結構動きが悪くなることがあります。でなのでベンチプレスばっかりやってると、肩上げた時にバキバキこう肩のインピンジメントが起こるとかっていうのは、この片方ですね、一方向ばっかりにしか動かしてないので、こっちの動きが悪くなるっていうことも考えられたりはするんで、まあ、そういった対策としてオーバーヘッドプレスとか、こう頭上に上げるような種目をやってあげるっていうのは、肩甲骨の上方回旋の動きが出るんで、肩の動きの偏りとかを防ぐために非常に重要になります。まあ、なので、胸を張る種目ばっかりやってるんじゃなくて、こういう肩を真上に、まあ、オーバーヘッド動作っていうんですけど、上に上げるような種目やっておかないと、将来肩の怪我につながったりとか、今の怪我が悪化する可能性もあるんで、メニューの中に取り入れてもらうっていうのは重要かなと思います。最後、肩甲胸郭関節いきます。で肩甲胸郭関節はこれ背中から見てる絵ですね。でここで言うと肩甲胸郭関節で、ここが 胸椎です。でこれが肩甲骨で、これが肋骨ですね。胸郭の部分に乗っかった肩甲骨を肩甲胸郭関節と言います。で今回描いてる絵ではちょっと肋骨は見にくいので省いてるので、これが胸椎でこっちが肩甲骨です。でここでどういった運動が起こるかというと、肩甲骨は肩を挙上していく際の動きとしては、まずさっき見た通り同じ通り上方回旋が起こります。そしてもう一個、この肩甲骨が後傾という動きが起こります。で後傾というのは肩甲骨自体がまっすぐある状態からですね、この状態から後ろに倒れていくことです。後ろに倒れる後傾という動きで、この後傾という動きがあることで、まっすぐ行くと肩当たってしまうんですけど、ここが後ろに下がるんで、この肩峰との衝突を避けてくれるといった形です。なのでこの後傾という動きもすごくインピンジメント予防に大事やったりはするんですけど、例えばこの小胸筋といったね、この胸の前の筋肉が硬かったりすると、肩甲骨が前に引っ張られる形になるんで、肩甲骨の後傾という動きが悪くなったりしてインピンジメントを起こしたりします。でさっきベンチプレスのちょっとつながりでも出てきたんですけど、肩甲骨を下方回旋する、まあ、この胸を張るっていう動きですね、これにもさっき言った小胸筋っていうのが関わってきます。なので胸ばっかり張り続けてると、小胸筋が緊張して肩バンザイするときに肩甲骨の後傾の動きがうまく出なかったりするんで、それもインピンジメントの原因になります。という形で、胸ばっかり張ってるんじゃなくて、いろんな動きを出してあげるのはやっぱり大事ですよというのを、こういう肩の構造から見ても分かると思います。
で、今この肩甲骨の後傾という動きを紹介したんですけど、それ腱索関節のところでも肩甲骨の後傾は出たりします。肩甲骨の動きなんでこう出るんですけど、ちょっと見にくかったのでこっち紹介したっていう感じですね。まあ、こうやって肩関節が例えばまっすぐこう挙上するという動きの中でも、肩甲上腕関節の中には肩甲上腕リズムといって、まあ、トータル2対1で動くような動きがありますよと。でそれに加えてセッティングフェーズといって、はじめ90度までは上腕骨が優先的に動いて、それ以降は肩甲骨が動くといった、まあ、こういった仕組みもあったりとか、でそれに加えて残りの関節、胸鎖関節では鎖骨が挙上して後ろに回る後方回旋の動きがあって、腱鎖関節では肩甲骨が鎖骨に引っ張られて挙上されて上方回旋も行う、そして後傾も行われる。で肩甲胸郭関節っていうのは肩甲骨運動の土台なんで、その胸郭部分を滑るように肩甲骨が上方回旋したり、後傾したりと、まあ、全てセットになってようやく肩が動けるといった状態です。今この肩関節の挙上という動き、まっすぐ前に上げる動きに対して見ていったんですけど、その他にもこの胸鎖関節とか腱鎖関節、肩甲胸郭関節、他の動きやったらどういう動きを取るかっていうのをちょっとホワイトボードのこの右側で見ていきたいと思います。でこっちの動きっていうのは今回やった内容の中では覚える優先順位っていうのは低かったりするんで、まあ、ここまでの復習をしたい方は別にこっちの話はそんなに真剣に聞かなくても大丈夫なので、ちょっとしっかりこっちを覚えるようにしておいてください。じゃあ今回はね、水平内転水平外転っていうところで話していきます。水平内転水平外転っていうのは、この肩が外転90度横に上がった状態から前に動かすことを水平内転と言います。で逆に後ろに動かすことを水平外転というので、この動きの中でどういった動きが出るかっていうのを見ていくと、まず胸鎖関節、鎖骨の動きですね。ここは鎖骨は屈曲といって前方向に動きます。前に動いていくような感じで、鎖骨は前に動くことを屈曲、後ろに動くことを伸展というので、水平内転では鎖骨は前に動いてくる屈曲という運動です。で逆に水平外転では後ろに行くんで、鎖骨は伸展の運動出ます。伸展、後ろですね。まあ、そういった形で挙上とか後方回旋以外にもこういう動きが変わると屈曲伸展に変わったりしますね。で腱鎖関節いきます。腱鎖関節は水平内転でいうと、まず外転します。こっち外、外転の動きですね。で外転って結構イメージ湧きにくいんで、この肩甲骨見てもらうと分かりやすいんですけど、前に習いした状態からこの指先でちょっと壁とかこう触りに行くような動きしてもらうと、今この肩甲骨が外に開いてるの分かりますかね。これが外転という運動です。でそれに加えて肩甲骨が背骨から離れるような動きを取るんで、こっちに回ってきます。でこれを内旋と言います。これ前回やりましたね、結構ややこしいですよというところを紹介したんですけど、肩甲骨を見てみると、外転というのがこの肩甲骨が脊柱から離れるような動き、こっち方向に動いていきます。そして内旋というのがこの肩甲骨の内側がこうベラッとめくれるような動きが内旋と言ったりするんで、肩をこっち水平内転方向に動かそうと思うと、肩甲骨がこっちにスライド、外転方向にスライドして肩甲骨の内側が剥がれるような動きが起こりますよといった形です。でそれらが腱鎖関節というかこの肩甲骨で行われます。で、まあ、今の説明にもあった通り、肩甲胸郭関節も同じ動きですね。肩甲骨が外転、外側に開いて、で内旋、内に回っていくような動きが肩甲胸郭関節でも行われます。で水平外転、こっちから後ろに動きですね。これは反対逆方向で肩甲骨が内転、脊柱に寄るような運動をします。そして、肩甲骨がの外側が開いていくような、これ外旋という運動が起こります。こっちで見ると脊柱に近づいていく内転っていう運動と、この内側が胸郭に押し付けられるような運動、外旋という運動が行われます。でこれも骨模型で見てみると、
内側に動く運動、これ内転ですね。こっち方向に脊柱に近づく運動を内転。そして外旋というのはこの肩甲骨がこういうこっちに動くようなことを外旋と言います。なので水平内転、水平外転といった、まあ、肩関節この挙上と違う動きの中ではこういった、動きが行われると。同じ肩関節の動、肩関節が動くといってもいろんな場所がいろんな動きをして初めて動作ができるっていうのをしっかり認識してもらえるといいかなと思います。で、以上が今回の肩甲上腕リズムと動きの連動の勉強内容になります。で、最後に簡単に復習すると、肩関節は180度挙上する上で上腕骨120度、肩甲骨60度、2対1の割合で動きますよ。これを肩甲上腕リズムと言います。そして肩甲上腕リズムの中でもセッティングフェーズというのが存在してて、セッティングフェーズは上腕骨に対して安定した位置を探すことを言います。で、肩甲骨が安定した位置を探すために、まず0度から90度までの範囲っていうのは上腕骨がメインで動いて、それ以降っていうのは肩甲骨もしっかりメインで働いてくれますよという流れで、そこに連動していく動きとしては、胸鎖関節は挙上後方回旋、腱鎖関節は挙上上方回旋後傾で、肩甲胸郭関節上で滑るように上方回旋 後傾という動きが行われてますといったのが今回の復習の、今回の一連の流れです。4回肩関節の勉強してきたんですけど、これで終了になります。結構長かったと思うんで、しっかりと復習してもらって、大事な押さえるポイントを押さえて、こういった肩の仕組みっていうのを覚えてもらえると今後の怪我予防に役立つかなと思います。で、次回からは肘関節、肘とか手首に入っていきます。で、その後下半身っていうような流れですね。で、この動画が公開した後にメンバーシップ限定ライブ配信を行います。で、その中ではこういった肩関節の動きについての今日の授業の質問であったりとか、今までの質問してもらったら回答させてもらいます。そして質問の中からこう答えれそうであればプラスアルファの知識を答えていったりとか、まあ、いろんな勉強効率が上がると思うんで、ご興味がある方はメンバー、チャンネル登録ボタンの横にあるメンバーになるというボタンを押してもらえると参加することができます。では第12回タロ塾をこれで終了します。